失礼しますよ、組長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、オンに生きる。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか？みてえな奴にも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！はるか？キリュウ。だってさ、はるかは？すまん、やつらまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？はるかはどうした？ほんの1時間くらい前だ。はるか、何してるんだ？私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか、だから
私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。あ、青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ？あ？お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか？知らねえよ、そんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜ、こいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一丁遊んでやるよ、おっさん。お前ら本当にハルカを知らねえのか？はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。大丈夫か？おいおい、あんたなんかよ。ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はねえ。リーダーを出せ。断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。ハルカはどこだ？おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。おい、ハルカをどうした？どこにやった？知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？あ、赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デブラっていうクラブが、そこが奴らのたまります。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課にハルカの捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただハルカは誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先にハルカを抑えるんだ。急げ。わかってる。ハルカはどこだ？お前誰だ？知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。やるってのかよ、こら。お前がリーダーか？違います。リーダーなら下に。
てめえ、こんなことしてただで済むと思ってんのか。はるかを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。てめえ、こんなことして死んだも同じだぞ。はるかはどこにあった。知らねえよそんなもん。待って、どこだ。はるかはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた。なんかのです。子供は地下街のランさんのところに。ラウカロン。ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか。何？偽造パスポートに2000万。我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すんません。長居は無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、ハルカを。来たか。どうだ、何か分かったことはないか。ハルカを連れ去った奴らは、ジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。横浜へ向かう準備はできたのか。そうだな。わかった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで
例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。